どうも、伊藤です。消してた。はい。今日なんですけど、今日はちょっと一人で撮ります。とね、まあ、何作ろうかなって結構思ったんですけど、そうですね、京都の、B 級グルメでね、ピネライスっていうのがあるんですよ。もしかしたらあんまり知らないと思うかもしれないので、ちょっと今から、イメージ図見せます。よく見るかな、これ。結構ね、得意で。見て、これ。はい。なんかね、ここに、まあなんか、チャーハンと、こう、カレーとかかかってて、上にこう、いい感じに揚げ物乗ってるんですよ。得意で。これをね、今からちょっと作っていきたいと思います。よし、じゃあ早速作っていきましょう。はい、じゃあ作っていきます。じゃあ先に、材料を、紹介していきたいと思います。野菜たち。あとカツ。そしたら、次は、これ。カレー。まあ、前の日にちょっと仕込んでたやつで。あ、一応殺してます。これが最後にちょっとまあ溶かしてかけていきます。じゃあ作っていきます。ご飯入れていくね。 OK。 追加。よし。じゃあこんな感じ。TKG です。よし、じゃあ野菜切ってみよう。全然いいやん。OK。こうやって玉ねぎ、人参、ピーマンをこうやってみじん切りしたやつを入れます。ちょっと粗めです、今日は。カレーの具合はどうでしょう。炒めていきます。そしたら火にしていきます。来たよ。これほら、見て。チャーハンカレーや。
見える？これ。チャーハンカレー。チャーハンカレー。2、これをこいつをね、こいつをかけていきます。乗せていきます。でさっきの例で言うと、こっちに乗せるから。うわ食えるかな。できたで、カツカレーチャーハン、カツチャーハンカレー、チャーハンカツカレー、カツチャーハンカレー、狙いです。よし、できた。よし、できました。こんな感じ。ババ。カロリーは度外視してます。今回。美味しく食べるだけの。マジでうまそう。よし、じゃあ食べていきたいと思います。実食。はい、じゃあちょっと伝えけど食べていきます。ちょっと熱いねんな、これ。熱いねんな。まずちょっとチャーハンから。でもチャーハンがうまい。チャーハンカレーが絶対こんなまずいわけないしさ。これがまた、あー、うわー、あ、これめっちゃ美味しい。うん、あ、これチーズかけたら美味しいかも。これかけたら美味しいかも。全然出へんやないか。うん、あんま出てる気しないけど、これちょっとチーズちょ見えるかな、見えにくいか、チーズかけたとこあれ。あ、うん、カロリーだけ上がった。おいしい。でもやっぱりちょっと米は多いかも米は多いかもしれない。これ酔っていいか分からんけど、味の酸味です。結構汗かいてきた。熱い、マジで。よし、ラスト。ごめん。よし、食べた、食べたよ、食べた、ほら完食。よし、ごちそうさまでした。はい、じゃあ食べました。まあ、あのこんな感じで、まあ、ザクッとしてる感じなんですけど、まあ、今後もちょっと一人でこう家で撮るような動画がちょっと増えていくと思いますので、まあ、いろいろこう楽しみにしといてください。はい。まあ、ぜひ、まあ、こういうチャンネルとか、こういう動画好きやったら、チャンネル登録とか、していただければ、すごい嬉しいと思います。まあ、二人の動画は二人でこう、ちょっと楽しみにしていただいて、僕一人のやつは僕一人のやつで、楽しみにしてもらえると、すごい嬉しいなと思いますので。はい。じゃあ、そんな感じで今日は終わります。ありがとうございました。ボーン！突然の。